こんにちは。今回は日本一周をして良かった道の駅を紹介したいと思います。はい。で、日本一周中に道の駅には何度もお世話になっていて、うん、新しい道の駅から昔からあるような道の駅まで利用させて、うん、地元に馴染んだね。そう、利用させていただいて、その道の駅で地域のことを知ったりとか、うん、地域の野菜を購入させていただいて、うん、その土地を知ることができたので、うん、やっぱり日本一周には欠かせない場所だなと感じました。うん、今回はたくさん利用させていただいた中でそれぞれの心に残った場所を発表できればと思います。いろんなところに行ったからさ、うん、すごく思い出しながらこんなに道の駅あるんだなと思って、うん、日本に1200個か、うん、あるみたいで、すごい。1日1つ回ってもね、うん、3年ぐらいかかるから、うん、全部行ききれてはないんですけど結構行けたとは思うね。そうだね。で、私たちは日本一周が北海道に移住してこういう道の駅スタンプラリーっていうのがあって今始めています。北海道は127駅あって、北海道って地図で見るより広いので、うん、ちょっと大変だけど、うん、ね、北海道のこと知れて楽しいです、うん、すごく知れるね。うん、そう。今回も、ランキング形式ではなくて、まあ、自分たちが思うものまんとか、うん、そうだね、思いついたものから順番に発表できればと思います。はい、では早速ですが、北海道の道の駅、はい、ぐるっとパノラマ美幌峠です。おお、そこすごく良かった、うん、そこは美幌峠っていう峠を見下ろせて、うん、もうそれがすごく絶景。あ、で、早起きしたら雲海が見れるスポット、時期によっては、うんうん、また見に行ってみたいな。確かに、うん、あとここで食べた揚げじゃがいも、あ、揚げじゃがいもね、めちゃくちゃ美味しくて、美味しかった。お店も綺麗だし、うん、良かったです、うん、あの辺はやっぱりマシューコとか、うん、そのエリアのね、うん、拠点になるから、うん、絶景が楽しめるエリアだね。そう、また行きたいです。うん、すごいいいね。よかったよかった。うん、私の一つ目は、福井県にある道の駅、南越前三海里です。はい、あれ、ちょっと覚えてない。あ、ほんと？で、ここは、ちょっとその、どちらかというと、なんか車中泊目線になります。ここは車中泊 OK な道の駅で、結構新しめの道の駅なんですけど、うん、トイレがとても綺麗。道の駅自体がすごく広い、なんか3階建てになってて、その1階にその屋根があるんですけど、屋根付きのところで車中泊ができる。あー、思い出した、うん、例えば雨の日とか、うん、雨を気にせず車中泊できるっていうところがいいなと思いました、うん、高速道路とつながってるところかな。あ、そう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 、なので、まあ、インターチェンジから降りて行くことができます、うんうん、で、私たちはその道の駅を車中泊するってなった際は、まあ、特にトイレの綺麗さ、うん、っていうのを重要視していて、今回の南越前三海里さんはとても綺麗なトイレで本当に居心地が良かったです。うん、じゃあ2つ目、2つ目は、はい、福岡の道の駅宗像です。あー、あの九州の最後に行ったところか、最後の日に泊まって、うん、車中泊した道の駅なんですけど、はい、周りも結構自然いっぱいで、うん、散歩ができるコースとかがいっぱいあって、あ、最後に散歩したのも思い出だし、確かに野菜とかもたくさんあって、ね、福岡の道の駅はレベルが高かったよね。そうだった、確かに、うん、で、やっぱり思い出に残ってるのは、うん、視聴者さんに2回ね、お声掛けいただいて、この道の駅で初めてね、そう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 、見てますって言っていただけて、ね、そういう思い出もあるんだ、ね、そう、九州最後の思い出としてね、うん、すごく記憶に残ってます、はい、じゃあ2つ目は奈良県の道の駅奈良歴史芸術文化村です。あ、よかった。うん、ここも日本一周の終盤に訪れた道の駅で、うん、ここも比較的新しくて、まあ、トイレが綺麗、車中泊が OK のところなんですけど、隣にマリオット、道の駅と併設して綺麗なホテルがあるところなので、うん、かなり力を入れてるなっていうのも感じたし、うんうんうん、まあそこの道の駅のいいところは朝食がね、食べる、うん、食べることができて、この道の駅に入ってるとんかつ屋さん、そう、とんかつ屋さんなんだよね、朝食を出していて、そうそうそう、美味しかったね、美味しかった、卵かけご飯が絶品ね、とんかつ屋さんのあの豚汁定食、うん、卵かけご飯、うん、ね、卵も美味しいし、うん、この豚汁も朝からお腹いっぱいになるような量で、 そこは穴場で、穴場だね、豚汁食べてその健康のおすすめを飲めたりするので、うんうんうん、朝から元気になるというか、うん、でそこで奈良観光ができるので、そうそうそう、すごく良かったです、うん、よかった、うん、奈良良かったね、うん、すごい良かった、うん、奈良もう一回行きたいなって思ってます、うんうん、行きたいです、うん、続いて3つ目、はい、3つ目は広島県の道の駅神明の里です。あー、あの高台の道の駅かな、そうそう、そこは市中泊も2回3回あーさせていただいたね、うん、させていただいて、うん、そこも瀬戸内の海を見渡せるところで、だんだんとなった街並みが夜とかも綺麗で、そうだね、うん、
なんか夕日もね、夕日も綺麗で、うん、そういう景色が良かったなって印象に残ってました。確かにあそこは尾道に近かったのかな、うんうん、確か。そうそうそう、うん、観光もねアクセスがいいので。そうだね、そこは確かに良かったです。うん、良かったです。うん、じゃあ3つ目は福島県の道の駅浪江です。あ、まあ、ここも綺麗な道の駅、うん、で、でも道の駅の中では全国初の無印良品が入ってる道の駅です、うん。まあ、福島県の食材だったりとか、うん、あとその浪江町の浪江焼きそばっていう B 級グルメが売ってて、うん、ここもね美味しくて、美味しかった。うん、トイレも綺麗で、うん、あのポケモンのラッキーっていうポケモンがいるんですけど、うん、まあ、そことポケモンと連携して、うん、まあ、ラッキー公園というのが隣にあって、可愛かったね。そうそうそう、なんかそこもねなんか一つの観光スポットとして。そうだね、うん、確かに。あの福島県の復興、うん、復興がねに、うん、すごく力を入れてる感じがして、うん、ね、良かったなって思います、うんうん。まあ、福島県のその東日本大震災関連のそのスポットにも近いので、うん、あそこの観光の拠点としてとてもおすすめかなと思います、うん。淡路島の道の駅うずしおです。淡路島、あ、淡路島、まあ、兵庫かな、うんうんうん、道の駅うずしお、うん、あの徳島に渡る橋の前にある道の駅で、あそこか、うずしおを見ることが、あ、確かに、そこからも見ることができたり、うんうんうん、あとハンバーガーが、あの全国ナンバーワンのハンバーガーを食べれるので。あ、そうだったんですよ。美味しかった確かに。そう、玉ねぎがね有名だから。そうだね、玉ねぎの、うん、美味しかったね。玉ねぎのオブジェとかもいろいろあって可愛かった。確かに、うん、そこはね、この淡路島の観光スポットとしてすごく、ね、うんうん、もう徳島県にね、もうすぐ行けるもんね、徳島県。そうそうそう、あ、見落としてた。見落としてました。そういうところをちょっと探してみたじゃあ4つ目、うん、富山県にある道の駅天原市です。名前もいいよね。そう、名前が良くて、うん、富山県って年間を通して雨の日が多いみたいで、うん、多かった。そうで、私たちが3日間滞在させていただいたんですけど、うん、最初の前半はずっと雨、うん、で最終日にやってやっと晴れたんだよね、うん。でこの天原市っていう名前の通り、うん、もう最後雨の後に晴れが降るっていう。そう、面白いな。そうで、まあ、ホームトイレが綺麗で、うん、少し歩くと海が広がってて、うん、目の前海で間を電車が走ってるんで。そうそうそう、電車が走ってて、うん、天気がいいと立山連峰が見ることができて、うん、だから朝からすごくね、うん、写真を撮ろうとされてる方がいっぱいいて、いっぱいいて、私たちもね仲間に入った。そうそうそう、うん、から結構そこの、うん、そこを拠点としてその富山観光というか、うん、立山連峰も遠くから見たりとか、うん、景色を見るために来てる方が多い印象でした。うん、うん、やっぱ絶景スポットがの道の駅が結構ランクインしてるね。ああ、そうだね、確かに、うんうんうん。5つ目が徳島県道の駅板野です。ああ、ああ覚えてる、思い出した。うんうんうん、私たち四国を遍路を始めたんですけど、はい、ちょうど始めて最初の頃にそこで中泊して、はい、結構思い出になってるんですけど、うん、そこは足湯があったり、うん、野菜がすごく新鮮で、そうだったね、そう、たくさん売ってて、うん、あとご当地の商品もたくさん売ってたりして、うん、そういうのも見るの楽しかったっていうの、良かったなって。そこは良かった、確かに、うん、四国遍路一段で確か88番目の道の駅なんだっけ、その四国の中で。そう、88っていうオブジェがあって、そうそうそう、なんでだろうって思ったら88番目にできたってことが分かって、ね、88箇所巡り始めたので。そうだったね、あ、すごいって思った。その辺も徳島県 の, その四国を遍路をするには ね、やっぱりその拠点になる場所になる場所だった。うん、ね、うん、じゃあ5つ目が長崎県にある道の駅、うん、夕日が丘里目です、うん、おー、うん、夕日の、そう、名前の通り、名前の通り夕日がね見ることができて、うん、夕日を見るためにその時間帯だけ、うん、もう車がもう満車になるぐらい人気な場所なんですけど、うん、本当に海が広がってて、うん、絶景の夕日を見ることができるので、うん、景色が感動的な、そうだね、うん、場所です。おー、うん、そこはねどちらかというと長崎市寄りで、うん、まあ、長崎市からまあ1時間ぐらいなので、うんうん、まあ、長崎県自体がまあ道の駅があまりなくて、うん、その拠点としてできる場所があまりまあ少なかったんですけど、うんうん、やっぱりそこの道の駅は拠点にしやすかったのかなと、そうだね、うん、個人的には思いました、うんうん。6つ目が茨城県の道の駅堺です。ああ、あの、うん、あそこか、うん、あの建築もすごく良くて、道の駅の作り、うん、デザインが
隈研吾さんっていう建築家さんがデザインしてて、綺麗で、堺っていう街を観光できるスポットにはなっていて、そのなんか街の人もみんな優しかったんだよね。みんな優しかった、確かに、観光案内を急にねしてくださったりしてそうそうなんか堺市はその全国初の自動運転バスっていうのを、走行してる街みたいで、でそのたまたま目の前をその自動運転バスが通った時に、手を振ってくれてね、そう、あの市の方が手を振ってくださって、手振り返したらお話ししに来てくれて、飲みますかって言ってくださって、ね、そうそう、それ乗せてもらって、街を、ね、案内してもらったんだよね。そういう取り組みも新しいなって思って、そう、堺市を応援したくなりました。全国的にもね、さらに広がったりしたらいいよね。そうだね、と6つ目が秋田県の道の駅二つ井君町の里です。ここもね、新しい道の駅で、隣に温泉があって、車中泊も OK で、で、ここで初めてバター餅を購入しました。思い出しました。よかった。そう、ここのバター餅は多分、美味しかった。バター餅ってなんか、また独特の食感というか、なんかふわっとして、スイーツのような、和菓子のような。そうだね。美味しかった。そう、そこでバター餅、秋田県のね、美味しい食べ物を知って、あそこできりたんぽを購入したりして、で場所的には上の方かな、秋田県の、秋田県の上の方を観光するには目標点になるのかなって思いました。次が佐賀県にある道の駅白石です。よかった、佐賀県。佐賀県ね、ここは何回か車中泊させていただいて、ここはその嬉野温泉とか、アクセスが良くて、あとは武雄図書館っていうスターバックスが隣にある図書館、もう日本一美しいって言われてるんだっけ。そうだね、すごくもう綺麗な図書館で、そこで何度か動画編集させていただいたりとか、そういったところにアクセスが良かったので、そこら辺がね、いいなって思いました。続いては、新潟県の道の駅空色久上です。そう、新潟県って道の駅綺麗なところが、ね、多かったね、確かに。そうだったね。でここもリニューアルをしたばかりの道の駅で、ここも近くに温泉があって、で足湯もあってね、でここも新鮮な野菜がたくさんあってる、場所で、周り車走らせたら、もう田んぼが広がっているところなので、結構その田舎の風景を楽しめたりとか、でもにぎわいがすごかったよね。すごいにぎわってたね、確かに。なんか地元の人も来てるのがいいなって。そうだね。そう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 。で最後が岩手県の道の駅雫石姉子です。ここも大好きです。ここは秋田県と岩手県の県境にある道の駅で、ここも温泉付きの。温泉ね。僕たちは秋に行ったんですけど、もう標高が高いのかな、確かに。そうだね、そのあたり。そう、なので初めてそのマイナス何度を経験した場所で、なんかすごく寒いイメージがありました。夏とかはいいのかな。そう、夏は多分すごく涼しいのかなって。なんか土日とかはすごく賑わいがあって。そうだね。そこでご当地グルメも食べれたよね。あ、そうだったね。ジャージャー麺。ジャージャー麺か。美味しかった。そのご当地の野菜とか、あまり見た、ここも見たことがないような。そう、品揃えだったので、秋田と岩手を、観光する際の、県境に行かれる方はぜひ、たらすごいいいと思う。そうだね、という形で15個紹介させていただいたんですけど、ね、まだまだ正直、あります。思い出せば出てくる、ね、そうなのでまたね、これから、北海道の道の駅を巡っていくので、この旅のおかげで、道の駅の良さが知れて。そうだね。そう。スタンプラリーやっとけばよかったなって。ああ、そうだったね、確かに。されてる方がいるからね。そう、すごいよね。すごい。いや、でも全部を回るってね、やっぱり、ね、大変なことだと思うけど。でその分ね、その土地のこと知れるから。知れるね。情報とかも置いてあるから、本当に道の駅ってすごいなっていうのは。そうだね。思いました。これから、私たちは、その北海道のスタンプラリー、道の駅、これ動画で発信していくので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。